はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ、ライブ配信始めていこうと思います。こういうのが見れるのか。すごいですね。設定完了。こんな壁になります。はい。今回やるのは、集まれいいことクラブ。こちらを、イベントストーリーですね。やっていきたいと思います。お、イソラナ。怖い。いいこと。はい、ラブへの道を一歩進む部活です。一緒にいいことしてキュンしちゃいましょう。いいことキュン。もちろん一歩じゃなくて二歩下がっても百歩すっ飛んでもいいですよ。ひと夏の恋って言葉もありますし。それじゃあ岸さん、早速いいことしちゃいましょう。日焼け止めを私の体になってください。全身くまなくぬりぬりって。お待ちください。あれ、この声誰だ。兄様、リリー、みそら様、ぬりぬりとは一体何なのですか。あるして、そうとも言える。私がお止めいたします。もうリリちゃん、悪巧みじゃないって誤解が解けたのはいいですけど、ぬりぬりは岸さんにお願いしてたんですよ。申し訳ありません、みそら様。ですが誤解が解けてもなお日焼け止めを塗布するのは私の方が適任かと。ぬりぬり、何か。はい、兄様、ぬりぬりしながらのご説明。男ポジションか。お許しください。実は私、修行の最中で偶然この海岸を訪れていたのです。端末としての黒い天使の力には限界があります。そこで私たちは本来の力を伸ばすべきだとリアさんとプレシアさんと改めて話し合ったのです。はいはいはい、黒い天使。なるほどなるほど。プレシアの名前出てきたね。そもそもオール
で前作のことかな。やっぱり砂浜ダッシュとかタイヤ引きですか。いえ、修行といえば雲水暗魚です。独力で各地を巡りながら自分を見つめ直していたところ、この浜辺にたどり着いたのです。なんと、可愛い子には旅をさせよってやつですかね。ちょっと違います。可愛いだなんて、そんな、恐縮です。無理無理。あ、ところで私も一つお伺いしてもよろしいでしょうか。何だい。結局いいことクラブとは何なのでしょうか。何でしょうね。ショック。分かってるの私だけですか。いっそ実演するのが早いですかね。それじゃあ次はリリちゃんにいいことしちゃいましょうか。修行のお手伝いです。というわけで今着ている服、うん、脱いでください。みそら様、それは何ですか。一体私に何を。おお、いける。兄様の前でこのような格好は恥ずかしさのあまり爆発してしまいます。申し訳ありませんが着替えさせてください。このような格好で修行ができるとは思えません。修行いいと思うよ。私のこの姿は、はあ、本当ですか。でも海水浴ならばともかくこの姿で修行などは、はあ、兄様にそうおっしゃっていただけるのでしたら意気消停勇往邁進、この姿でも臆することなく修行に励みたいと思います。そしてこれは決して横島な気持ちでも一石二鳥などでもなく、自然な成り行きとして兄様に。
岸さんにいっぱいアピールできちゃいますね、リリちゃん。奥手なリリちゃんが夏らしく積極的になれたので、いいことクラブのチュートリアル活動はミッションクリアです。そのようなことは。じゃあ次のミッションは岸さんにいいことしちゃいましょう。そうね。ミスラ様、一体何を。日焼け止めを塗り塗りです。岸さんにもいいことクラブをよく知ってもらわないと。塗り塗り、ペタペタ。高いな、肌色面積。ああ、出しすぎちゃったみたいです。よーく伸ばさなくっちゃ。ぬりぬり、ぬりぬりぬりっと。どうですか？あ、兄様の肌に日焼け止めがあんなにも。ミソラ様、私とは比べ物にならない大胆な手さばきです。それに兄様にぬりぬりなされてもなお大戦地弱であられるとは。入念にぬりぬりしていきますね。岸さんは大事な部員さんですから。部員だったんだ。もしかして私も入部さえすれば大戦地弱となり、ぬりぬりいたせたりするのでしょうか。いえ、あまりにも無謀な挑戦でございますね。私が兄様にぬりぬりをいたすなど。どうしたんですか、リリちゃん。そんなにじーっと見て。いえ、今の私は少しだけ積極的になってしまったはず。ぬりぬりも成し遂げられるかもしれません。そうだな。あの私もいいことクラブに入部できないでしょうか。日頃お世話になっている兄様のお役に立ちたいのはもちろんですが、ミソラ様が本当にいいことをなさるか見定めなくてはなりませんし。本当？そして願わくば私も冒険者の端くれとしていいことを通じて人々の暮らしをお守りしたいのです。どうしましょうか。なんていいですよ、リリちゃんも入部決定です。ありがとうございます。新入部員として一心不乱に尽力いたします。それで僭越ながら早速私もぬりぬりのお手伝いをできればと。リリちゃんってばすっかり積極的になれちゃってますね。じゃあ腰の方をお願いできますか。思う存分岸さんをぬりぬりしちゃってください。はい。では兄様、失礼いたします。ぬりこれが兄様のお肌。おお、何を言い出すかと思った。また違う感触でございます。なぜだか体がポカポカしてまいりました。それじゃあこれでいいことクラブ本格始動ですね。このビーチでいいことしていきますよ。集まれいいことクラブ、みそらの愉快な夏休み。ネア、みそら、リリ、なんだこれ。
ヘドロ？キッサ、おはようございます。ほらほら、ちょちょっと水着に着替えてください。一緒にいいことするんですから。じゃあやっていきましょう。まずは、ノーマルクエストをどんどんクリアしていきましょう。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。
ガチャができるみたいですね。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。このガチャしかないな、普通に。じゃあ10回ガチャ行ってみましょう。もう一回行く。ああ、最低保証だ。なかなかうまくいかないところです。ハッピーちゃんどこ？鬼食べた？まだですね。ストックアップ。スキルレベルアップって言ってるけど、これは、そうだよな、257だよな。スキルレベルアップのみしてるんだ。あ、でもスキルレベルアップするだけで大きいですからね。では、物語を作り、続きいきましょう。リーチですから、ハプニングはつきものだとは思ってましたけど、ちょっとイメージしてたのとは違いましたね。普通は、サメとか海賊とかじゃないですか？めちゃくちゃフラグになってる。いきましょう、イベントストーリー第1話。寛容していくってことで、人が多いとパトロールのしがいもありますね。キッさん、リリちゃん、そっちはどうでした？はい、実は少々苦戦しております。違反なさるお客様にルールを守るようにお願いしているのですが、なかなか聞き入れてもらえず。ミソラ様はいかがでしたでしょうか？そうなんですね。こっちは迷惑客とかしつこいナンパしとか沈めときましたよ。沈める？冗談でございますよね。で、それよりも2人
とも新たなトラブル発見ですよ。どうしよう、少女か。遠くまで泳げないよ。残念だけど諦めよう。どうやらお困りごとのようですね。僭越ではありますが、そのトラブル私たちにお任せください。あなたたちは一体。いいことクラブ？突然何？怖いわ。怪しいものではありません。そう、いいことクラブはいいことを通じて向こうの人々の暮らしを守り、皆様を笑顔にするクラブ活動です。ハッピーだな。なんか余計怪しくないか。ビーチボールが流されちゃって、でも私海が怖くて取りに行けなくて。あの沖の方にあるビーチボールがそうなんですが、あれボールがない。もしかしてそのボールってこれですか？あ、私のビーチボール、お姉ちゃんが取ってきてくれたの？ありがとう。はい、また流されちゃったら呼んでください。無理に追いかけると危ないですからね。ありがとうございました。でも一体どうやって。怖いなんて言って失礼しました。いいことクラブ応援しています。いえいえ、さよなら。あっという間に行っちゃいましたね。ことクラブ、素晴らしい活動ですね。噂は聞いておりますよ。いつ怪しい。ああ、すみません、村長か。申し遅れました。マッチポンプの予感。私はこの海村の村長です。今日は感謝を伝えに来ました。本当にありがとう。あなたたちはこのビーチの光です。突然なんですか？怖い。恐縮です、村長様。しかしビーチの光とおっしゃいますと。いいことクラブに勇気づけられたのです。皆が皆悪いお客さんじゃない、ちゃんといいお客さんもいるのだと。というのもお行儀の悪いお客さん方に悩んでおりまして、ありがたいことにビーチは繁盛しているのですが、それゆえにポイ捨てやトラブルも多く。ですがいいことクラブの活動を知り勇気をもらいました。我々も頑張ります。ありがとう。行儀の悪いお客さん、そんなにいっぱいいるんですね。ならいいことの輪広げちゃいましょうか。はい、いいことクラブの部員を増やすんですよ。いいお客さんが増えれば悪いお客さんは減るじゃないですか。なるほど、トラブルに対処するだけでなく原因そのものにも働きかけるというわけですね。その通りです。私たちがいいお客さんの見本になっちゃいましょう。そうと決まれば勧誘スタート。ガキ扱いすんじゃねえ、ついてくんな。今度はだからそっちはダメだっつーの。ほらお姉ちゃんと一緒に遊ぶよ。水かけっこ、誰やって、プロレス技かけっこと、プロレス他にもいろいろ。やおや、ちょうどいいですね。俺はネア様とカリ
いえ勧誘どころではなさそうですが、まあまあ見ててください。おーい、レアさん、カリザくん、どうしたんですか？ミソラちゃんじゃん。てかリリちゃんもキシケンもいるし、レアな組み合わせじゃね？くそ、めんどくせえ奴らが増えやがった。てか聞いて聞いて、せっかく楽しく水かけっこしてんのに、アリザキュン立ち入り禁止の崖からダイブしようとすんだよ。キッ、何しようと俺の勝手だろ、ほっとけクソが。それがほっとけないんだな。他にも危ねえことしないか心配だし、考えてみ、アリザキュンは大丈夫でも他の子が真似して怪我でもしたら最悪っしょ。知るかってえな、千歩譲ってやめてやるとしたって、なんでてめえと水かけなんざしなきゃなんねえんだよ。なるほどなるほど、二人にとっていい落としどころがない感じですかね。しかしネオ様のおっしゃる通り、ルールは守るべきかと。海水浴場は公の場ですし。キッ、うるせえな、てめえらは委員長かなんかかよ。はあ、なんだそれ、頭湧いてんのか。いや、プリンセスナイトはいつものことかもしれねえが、よりにもよってミソラまで。カリザキュン、いくらキャワイイお口でもあんますぎるとスライムで塞いじゃうぞ。まあまあ二人とも、ここはいいことクラブに任せてください。とってもいいことひらめいちゃったので、なのでちょっとした取引をしませんか。来るとは思わんかったわ。ちゃんと村長さんの許可も取ってますから。安全性もバッチリです。サンキューリリちゃん、これならショタも安全に飛び込めるっしょ。じゃあ約束通りいいですか。もち、シリズモーで勝ったらなんとかクラブはショタクラブになる約束だよね。はい、でもネアさんが負けた時はいいことクラブに入ってもらいますよ。ルールは先に海に落ちた方が負けです。ショタクラブ、ミソラ様必ず勝ってください。はい、もちろん。じゃあお願いします。では行きます。はっけよーい、残った。えい、ー、そうしょ。強いですね。ショタしか勝たん。やりそんな。あれ、ミソラ様は？ネアさんが先に落ちたので私の勝ちですね。マジ？てかどういうこと？落ちる寸前に空へテレポートしました。あと水しぶきは魔力弾です。うわっ、ずるーてへぺろ。というわけでいいことクラブに入ることになったんで、よろー。巻き込まれてんだよ。約束は約束ですから。こっちも負けたらショタクラブになるところだったんですよ。
カリザ Q もトランポリン楽しんでたじゃん。銀河王宝賞どっちにしろ地獄じゃねえか。つか別に楽しんでねえし、そもそもミソラてめえを。あのあ、さっきのビーチボールのご家族じゃないですか。どうしました？実は改めて感謝を伝えたくて、水上トランポリンを用意してくれたんですよね。あれのおかげで海を怖がっていた娘も楽しく遊べたみたいで、ありがとうございました。お兄ちゃんが飛び込むのを見て私もやりたくなったの。ありがとう。お兄、俺に言ってんのか。聞いた？ミソラちゃん、カリサお兄ちゃんだって。はい、照れた反応も面白かったです。カリサお兄ちゃん、いい見本になれましたね。その調子でいいことクラブも頑張りましょう。てめえらバカにしてんだろ。俺は絶対入部なんかしねえからな。メア様たちのおかげでより活気のある部活動になりそうですね、兄様。ところで兄様、ショタとは一体どのような意味なのでしょう。第2話、カリーザ。もう辛じゃねえか。いらねえ。部員であるカリザ様が、これでは悪いことクラブになってしまいます。これじゃあゴミ拾ってもいたちごっこなんだが。カリザキュン、しつけないとだね。待ってくださいネオさん、ここはリリちゃんに注意してもらいましょうか。修行のチャンスですよ。修行ですか。はい、自分のペースに巻き込んでカリザ君の行動を変えてください。場を支配できればどんな状況でも有利ですよね。交渉でも戦いでも望む方向に誘導できますから。今日はその修行です。ペースの作り方を練習しちゃいましょう。なるほど。今思えばネア様たちが入部された際も終始ミソラ様のペースだったような気がします。褒めたり怒らせたり誘惑したり脅したり、やり方は人それぞれですけど、それもリリちゃん自身で見つけてみてください。おもろそう。ガリザキュン素直じゃないから大変だけど、ま、やってみ。ガリザくん、カメをいじめちゃうタイプですからね。いじめちゃう。大変ですけど頑張ってください。カリザ様、散々な言われようですが、とはいえ修行の内容は理解できました。では行ってまいります。あのカリザ様、少々よろしいでしょうか。んだよ、いい
ちゃんはゴミ拾いでもしてやがれ。その件ですが、不法投棄はおやめください。カリザ様にもいいことクラブの新入部員としての自覚を持っていただかなければ。俺は部員なんかじゃねえっての。つか説教とか暑苦しいんだよ。ただでさえ暑いのに。じゃあな、ムッツリメイデン。カリザ様、お待ちください。それにムッツリメイデンとは一体。あらら、帰り道ですね。変なあだ名ももらっちゃいましたし。ちょっと苦戦しそうな感じだね。カリザキュンも押しつけんとな。またポイ捨てしてるし。どうしよっか、ミソラちゃん。どうせなら全部一緒にやっちゃいません？修行としつけ、あと勧誘も。期待しててください。じゃレアさん、始めましょっか。作戦会議。昨日はこんなのなかったよな。何かイベントでもあるのか？これはまさかミソラ様たちが。くそ、嫌な予感しかしねえぞ。まあ、皆さんようこそ。クイズ大会ですよ。びっくりした？優勝すっと超豪華マッサージをプレゼントだよ。エステで肌もプルプル。みんなも参加よろ。へえ、超豪華マッサージね。参加しない手はないわね。もしかしてあのお姉さんがマッサージしてくれたりするのか？絶対優勝してやる。クイズ大好き。お父さん、私も参加したい。じゃあ俺たちも参加してみるか。いつもの感謝として嫁にマッサージをプレゼントしたいしな。まあ、あなたったら。やっぱてめえらか。何企んでんのか知んねえが、俺は参加しねえ。じゃあな。クイズいいこと。第1問、カリザキュンはクイズ大会に参加する？しない？さあどっち？はあ、何言ってんだ。ヒントです。修行、しつけ、勧誘はこのクイズ大会で全部やっちゃいます。ほらほら、早く答えないと時間切れだよ。カリザキュンってあの子か？反抗期っぽいし、答えは参加しないだな。クイズなんて逆張りしてこそでしょ。私は参加するにするわ。私はカリザ様は参加しないと愚行します。兄様はどうお考えですか？勝手にごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。参加するわけねえだろ。はい、タイムアップ。答えはカリタ君お願いします。だから参加しねえっつってんだろ。何回も言わせんな。つか俺を巻き込むんじゃねえ。残念カリザ君、正解は参加するですよ。カリザキュン、不正解は罰ゲームのスライム攻めだぞ。うわスライム。話しやがれ。こんなもん強制参加じゃねえか。ふざけんな。参加して一緒にお弁当。
筋縄ではいきませんね。さあどんどんいきますよ。次の問題です。1+1はなんだ。わかるかな。あ、私知ってる。答えられるよ。いろんな意味で怖いクイズ大会だと思ったけど、そうでもなさそうね。これなら今度こそスライム攻めは回避できそうだ。ジョイムチ、この問題はゴミ拾いクイズなんでよろ。ビーチに落ちているゴミを拾って、あそこの巨大ゴミ箱を前にしないと回答権はあげません。制限時間は1時間ですよ。たったの1時間？そんなの可能なのかしら。そうと決まればゴミ拾いだ。もうスライム攻めは勘弁だからな。キッ、何はしゃいでやがる。バカじゃねえのか。ねえガリザキュー、参加しないは不正解だったよね。あたしはそれでもいい。クソ、行けばいいんだろ。兄様、私たちも行きましょう。このままではスライム攻めでございます。
始めたぞ。というか何を言っているんだ。一致団結、天敵戦績、軍系雪軸、石油沈州。リリーさん、一致団結は心を一つにしてみんなでやるって意味だよ。他の言葉はわからないな。でもみんなでやればできるっていうのは伝わってくるね。そうなんだ、一致団結。なんだか盛り上がってきたわね。やるだけやってみようかしら。いいですね。もちろん私たちも手伝いますよ。ねえカリザキ、イッチなんだっけ。知るかってんだ。大体ミソラてめえなんだ。はいブッブー。そんじゃ不正解スライムゼミワンスモア。スライムまみれになったからな。スライムマッサージは今は遠慮しておこうかな。思ってた反応と違うんだけど。でもまあ参加してよかったよ。正直とても楽しかったし。そうね、クイズを通じていいことできたし、こうしてビーチも綺麗になったしね。いいことすれば気持ちいいね。そうそう、気持ちいいんだよね。いいことクラブに入部すればもっといいことできちゃいますよ。なんか充実した気になれるし、入ってみようかな。さすがはミソラ様、ネア様、回遊活動まで。それに比べて私はペースの巻き込み方はあれでよかったのか疑問が残ります。兄様にご助力いただけるまで首をかしげていた方も多かったですし。そうでもなさそうですよ、リリちゃん。ほらお客さんですよ。リリさん、ありがとうございます。先立って行動してくれてとても心強かったです。そんな恐れ多いです。私はただがむしゃらに。いいんじゃないですか、がむしゃらで。リリちゃんらしくまっすぐで。はい、その姿に勇気をもらえました。私も諦めちゃダメだって。ありがとうございます。そうなのですね、まだまだ未熟者ではありますが、いただいたお言葉を糧に頑張ってまいります。
第3部部員数が増えたことでいい結果が生じておりますね。今後も勧誘に注力する方針になるのでしょうか。ちょい考えたんだけど、部員偏ってる気がすんだよね。ズバリキッズ少なすぎ問題。もっとバランスよく行くべきっしょ。キッズの部作ろっか。組織の多様性ということでしょうか。もっともな提言な気もするのですが、兄様はどう思われますか。騎士キュン分かってる。これで2票。ミソラちゃんはどう。ミソラちゃん、沈黙は賛成で OK？ もうすみません、何でしたっけ。今後の方針について討論しておりました。ですが、そうですね、ここで少し休憩にいたしましょうか。申し訳ありません、実は私も今日は少し頭がぼんやりしておりまして。ありゃ、じゃこの話はまた今度にすっか。昨日の大会でみんな疲れてんだよ。そうしろそうしろ、付き合ってられねってんだ。ったくよ。いいじゃん、サマーバケーションってことで、ミソラちゃんにいいことする日にしちゃう。賛成いたします。ミソラ様はずっと働き詰めでしたし。そんなん悪いですよ。まあ岸さんがそう言うなら。では決まりですね。いいこと尽くしの一日。よかったですね、ちゃんじゃなくてリリちゃんたち。ランドソルのみんなのお役に立てて、その上お友達にもなれて、こともなくなって。もちろんですよ、だってそうあるべきですから。私が正しく岸さんとの約束も守れて、その結果リリちゃんたちがちょっと幸せになれるなら、いろいろオッケーじゃないですか。あー、今日はいいこと尽くしの一日でした。ま、あ、はい、じゃあ行きましょうか。あー、すっごい綺麗ですね。はい、まさに眺望絶下ですね。色とりどりの魚も大変綺麗です。へっ、少しはマシなスライムの使い方もできんじゃねえか。そういえばこのヘルメットもスライムなんですよね。そうだよ、スライム変形させて空気を送ってんの。スライムって発想次第でいろいろできんだよね。これなら岸君も溺れる心配ないっしょ。ミヤ様、勉強になります。力の使い方も想像力と工夫次第で可能性を広げられるのですね。うん、他の使い方も教えてあげよっか。よろしいのですか。ぜひご教示ください。参考にさせていただきます。オッケー。じゃあ
後で一緒にヌルヌルだね。ヌルヌルは申し訳ありません。やはり遠慮しておきます。続いては私の番でございますね。皆様準備はよろしいでしょうか。はい。でもでも感情で何もできなさそうですよ。いえ、今こそ好機到来かと。これから行うのは潮干狩りですので。潮干狩り、なんか地味だな。そので、ですが皆様、潮干狩りは歴史あるお遊戯なのですよ。東国では庶民から貴族まで親しむお遊戯とお聞きしました。と言いましても、村の方に習っただけで、私も未経験者なのですが。兄様、ありがとうございます。では皆様、小さな空気の穴を探してそこを掘ってみてください。また取れましたよ。すごい。私全然なんだが。いい気味だぜ。自慢のスライム使ってもすっからかんじゃねえか。クソ雑魚スライムだな。だるー、めっちゃバカにすんじゃん。笑ってられんのも今のうちだっつーの。煽ってますね、カリザ君。楽しそうです。はい。とはいえ喧嘩にならなければいいのですが、あの様子ですといつか大事になりそうで。見殺しもありだと思いますけど。はい。ミソラ様、今なんと？私今何か言いました？またぼーっとしちゃったみたいね。あ、いえ、すみません。私の勘違いだと思います。もし様がこれ以上の罪を重ねないと誓うのであれば、過去を責めたりせず受け入れたいと、退治などしたくないと、私はそう思うのです。いえ、何でもありません。私たちもカリザ様に負けないよう頑張りましょう。今日はたくさん遊びましたね。ありがとうございました。はい、いい気分転換になりました。でももう夕方？早いですね。夕日って不思議ですよね。その日の気分で見え方が違いますし、綺麗だったりエモだったり。今の岸さん的にはどう見えますか？そうなんですね。私は嫌だ。怖い。すみません。夕日を見てるとなんだか全部終わっちゃう気がして。やっぱり何でもないです。忘れてください。皆さん、これは
驚いていただけましたでしょうか。皆様の力をお借りして海鮮料理を用意しました。潮干狩りで取った貝もあるよ。食べよ食べよ。美空さんをはじめいいことクラブの皆さんにはお世話になっておりますから、これは我々からの気持ちです。受け取ってください。できるたびどうしてか胸騒ぎがして、どうしようもなく違和感があって、本当嫌になっちゃいます。どうしてなんですかね。楽しい時間のはずなのにダメなんです。こんなの許されるはずないって。だから終わらせなきゃ。嫁落ち？頭を撃ち抜いたのか？そんな…みんな落ち着いて。気絶してっけど死にゃしねえから。多分よかったです。しかし腰が抜けてしまいました。クソ、どうなってんだ。なんでこんなこと。ドリマ、ミソラちゃんを安静にさせなきゃ。ぼーっとしてる暇ないよ。え、あれ、待てよ、どういうことだ。ミソラって確かランドソルで事件を起こしたとかいう。そうよ、どうして今まで気づかなかったのかしら。この子指名手配書と同じ顔じゃない。ランドソルの事件にミソラ様が。おいおい、どうして俺はミソラなんかと普通に喋ってたんだ。俺はこいつを許せねえってそう思ってたはずなのに。まさか忘れさせられてたってのか。みんなどうしたの。おい、一体何の騒ぎだ。ああ、
いい。これは隊長、負傷者です。いいえ、あそこで倒れているのは、あれはまさかレイジレギオン。今のうちに確保するぞ。やば、面倒なことになりそう。ミソラちゃんはスライムで運ぶから、今は逃げるよ。おい待て、キロ。なんとか振り切れたっぽ。みんないる？はい。まさかナイトメアから逃げる羽目になるとは。わけがわかんねえ。ミソラは頭打ち抜こうとするし、俺たちだって。はい兄様、こんな時こそ冷静にならなくては。じゃあ異変の最初は、やっぱミソラちゃんが頭を打ち抜こうとした時？いや、もっと前からだ。そもそも俺がミソラと一緒にいるのがおかしいんだ。こいつは裏切り者なんだからな。だけどそんなことも俺はついさっきまで忘れちまってて。そういえば、私もランドソルでの騒動のことは覚えていても、なぜかミソラ様とは結びついていなかったです。ですがミソラ様が魔力弾を放った瞬間、まるで記憶の糸がつながったようでした。それまでは不都合な部分が切れていたというか。はい、そのミソラ様がこれまで行った悪いことといいますか、いわゆる悪事に関する記憶ですね。つまりミソラも含めて俺たちみんなの記憶っつうか認識がいじられてたってわけだ。そういえばミソラのやつも泣きながら、こんないい子のはずないとか言ってよかったな。それとビーチの皆様がミソラ様が指名手配犯だと同時に認知するのも不自然でした。何か裏があるのかもしれません。動機が分かれば答えに近づけるかもしれませんね。あの状況が続いた場合、得をするのは誰なのか。はい兄様、僭越ながら私も同じ意見でございます。待てよ、なんか引っかかる。ミソラはそんな小賢しい真似する玉じゃねえ。では一体誰が。おい黄色、さっきからてめえ珍しく静かじゃねえか。なんか知ってんだろ。っていうかごめんみんな、ぶっちゃけ私が仕込んでたわ、いろいろ。え？一体なぜですか？理由は、ミソラちゃんの破滅願望を止めるためかな。破滅願望？ミソラちゃんの目的のためなら手段を選ぼう感じとか。みんなも心当たりはあるっしょ。よかったですね、あっちゃんじゃなくてリリちゃんたち。ランドソルのみんなのお役に立てて、その上お友達にもなれて、怖がられることもなくなって。もちろんですよ、だってそうあるべきですから。私が正しく嫌われて、騎士さんとの約束も守れて、その結果リリちゃんたちがちょっと幸せになれるなら、
いろいろオッケーじゃないですか。ああ、今日はいいこと尽くしの一日でした。ミソラちゃんが自分を壊さないように楽しい思い出とか居場所を作ってあげたくて、お友達とか人とのつながりとかが真面目にやり直す土台になるみたいな。確かにそういうのつっかえ棒になると思うんだよね。ミソラちゃんがこれから生きてく上でさ。おいおい待てよ、そもそもなんでミソラの心配なんかしてんだよ。もうこいつはレイジレギオンじゃねえ、裏切り者なんだぞ。かもだけど、でもま、友達じゃん。友達なんかじゃねえ。まさかてめえミソラをレイジレギオンに復帰させるとか抜かすつもりじゃねえだろうな。俺は反対だって前から言ってるだろうが。裏切り者に帰る場所なんてねえんだよ。カリザ様、落ち着いてください。大声を出されてはナイトメアに気づかれてしまいます。それにまだ謎が残っております。そもそもネア様は私たちの認識を操作することは可能なのですか。チッ、いや、いくら黄色でもそんな力はねえはずだ。ましてやミソラは雑魚じゃねえ。とすれば何か魔法の道具を利用なされたのですか。もしくは他に協力者となる方が。協力っていうか言い出しっぺは別っていうか、ごめん。くそ、スライムに変身しやがった。てめえ黄色、だんまりできると思うなよ。ぼこして吐かせてやる。私も暴力には反対です。それにネア様が口を閉ざしたということは確信に近づきつつあるのかもしれません。ネア様と近い動機を持ち、さらに認識に干渉するような卓越した力を持つ方がいれば、その人物が協力者なのではないでしょうか。ランファ様がですか。そのお言葉ですが、兄様、確かランファ様は穏やかで物静かな淑女であると記憶しています。本当に彼女がこれだけの事態を。キッ、なんも知らねえんだな、ムッツリメイデ。あの陰キャはな、そりゃパッと見おどおどしててクソ鬱陶しい土陰キャだわ。やるとなったらやっちまうんだよ。うるせえ奴を結晶漬けにしたりな。どうなんだ黄色、白状しやがれ。ネアちゃん、ありがとう。でも、もういいのよ。ええ、みんなごめんなさい。私がネアちゃんに協力してほしいってお願いしたの。やっぱてめえもグルだったのか。つか、もったいつけてんじゃねえ。とっとと出てきやがれ。ごめんなさい、それはできないの。今は遠いところにいて、ネアちゃんに通信魔法をつなげてもらっているのよ。本当は
こんなはずじゃなかったんだけど、どう説明したらいいのかしら。よいしょっと。ごめん、私も説明するわ。もともと無茶気味な仕掛けってのもあって、それで失敗しちって今こんなっていう感じ。流れも含めて全部話しちった方が良さげかな。ね、喧嘩とかギスギスとかだるーって感じさ。イチャラブチュッチュで行こうね、キシキュン。はい、というとこで、つまりいいことクラブ前編はここまでに、したいと思います。次回は後編お送りできればなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。プレイリストもございます。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。